1978年のヤクルトスワローズでは、1978年のヤクルトスワローズにおける動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、広岡達郎監督の3年目のシーズンであり、球団創設29年目にして、初のリーグ優勝と、日本一に輝いたシーズンである。前年2位からの躍進が期待される中、広岡達郎監督提案の湯までのキャンプ中に、 獲得したヒルトンを夫人に入れジョバンは、巨人、太陽と三つどもえを演じつつ終戦戦線に食い込む。8月末には、巨人3連覇の可能性が囁かれる、中巨人との直接対決に2勝1分で勝ち越し、9月19日から9月21日の中日戦では3試合連続のサヨナラ勝利で、完全に勢いに乗り首位をキープ。 10月4日の中日戦に勝利し球団創設29年目にして初のリーグ優勝を達成。勢いに乗るチームは日本シリーズでも半球有利との圧倒的な下馬評不利な状況の中3勝3敗で迎えた第7戦1点を先制した後の6回裏の大杉勝男のソロホームランの判定に阪急上田監督が1時間19分の抗議するも判定は変わらず 直後にマニエルのソロで3から0とし、さらに8回に、大杉の2打席連続 HR で半球を突き放しついには、球団史上初の日本シリーズ制覇を果たした。ありがとうございます。